円形劇場倉石フィギュアミュージアムにやってまいりました。まあどのくらいかかったかな、米子出てから1時間半ぐらいかしら、車でそれぐらいでした ね、そんな感じで、館長さんにもお越しいただいております。すごいですね、ありがとうございます。ね、ちょっと皆さん聞いてください。はい、この場所の説明なんですけれども、まず山陰道から北条倉吉道路を経由して倉吉インターチェンジから5分ほどの場所にございます。 JR 倉吉駅からバスで15分ぐらいのところにあるんですね。でこの倉吉というと辛坊さん、街並みとっても綺麗ですよね。ここはもともと観光地ですか、倉吉というところは。観光地ではないですね。白壁堂道群というところは一箇所あるぐらいで、あと観光施設らしいものはあまりない地域でございます。そこになぜこの円形劇場が、このミュージアム、今ざっと見せていただいたんですが、面白いですね。ありがとうございます。日本に残っている一番古い円形校舎、昭和30年にできた円形校舎をそのまんまリノベーションして使ってますので、建物の魅力とフィギュアの魅力と両方楽しんでいただけると思ってます。なるほど。いつですか、開館は。2年前の4月でございます。割と最近なんですね。はい。なんでここでフィギュアなんですか。ここはね、鍛冶町といいまして、はい、鍛冶屋さんの町だったんですね。で、ものづくりとか職人とかそういうものの DNA が残ってると私は勝手に信じてまして、その今の日本のものづくりの最先端何かと考えたときにフィギュアだなって思ってしまったのが始まりです。館長さん、もともと何してらしたんですか。私はね、酒屋をやっておりました。はあ、酒屋さんが、はい、酒屋さんが突然要するにもともとフィギュア好きの酒屋さんだったんですね。いや、全く全くない。全くフィギュアのもう、いいフィギュアを1個も集めたこともない。どういういきさつで。海洋堂さんのフィギュアを1回見たときに、その造形の確かさというか、すごいもん作る会社が日本にあんだなっていうのがきっかけです。いつ頃ですか。5、6年前でしょうか。はあ、そこからこんなにたくさん集めて、そこから皆さんの海洋堂さんとかグッドスマイルカンパニーとかいろんな会社に協力いただいて、でこういう施設をオープンさせることができました。海洋堂は大阪の企業でね、はい、私本社も行ったことありますし、はい、それから四国にも、はい、四万十にございます。ありますよね、はい、博物館みたいなのが、はいはい、こちらはなんかそのフィギュアと地元との縁みたいなものがあるんですか。ちょうどね、うちがオープンする2年ぐらい前に、日本のトップメーカーであるグッドスマイルカンパニーさんが倉吉に工場を建てられました。県と市の誘致企業でございます。日本の一番ビッグカンパニーの工場が国内唯一倉吉にある。それもともとそのグッドスマイルカンパニーってどこの会社なんですか。東京です。あ、東京の会社、はい、そこがもうこの地を選んで。そうです。なんで選ばれたんですかね。鳥取県が漫画王国という施策を進めておられまして、非常に熱心に誘致されたそうです、はい、そういういきさつか、はい、確かにそうだな。鳥取は名探偵コナン、鬼太郎、もうね、有名な作家さん、たくさんいらっしゃいまして、倉吉はね、谷口二郎さんという遥かな町への舞台にもなりまして、鳥取県は谷口二郎さん、コナン、それから青山剛昌さん、水木しげるさんという三巨匠を、しておられます。はいはい。大体館内にどれぐらいの点数展示されてる。およそ2000点、はい、仏像から動物から恐竜からヒーローものまでありとあらゆるジャンルのものが2000点ございます。それでもフィギュア全体から見ると 100% にはならないですね。いや、もうごくごくわずかです。特にうちは美少女系が少ないですから、萌え系と言われるものは本当に少ない。あ、ここって展示のみですか。展示の他にこうやってワークショップがあって、ジオラマとか恐竜の色付けとかできる体験もございますし、あと一番子どもたちに人気なのはフィギュアを探せゲームっていうのがありまして、この館内に10個ちっちゃいフィギュアが隠れてます。それを探してもらうんですが、親子で、そうですね、長い人は1時間以上探します。ちっちゃいってどのぐらいの大きさなんですか。これぐらいのガチャガチャのサイズですね。このもうだから探すものはもうこれを探してくださいってあるわけだ。はい、言ってあります、はい、それがどこにあるかをぐる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 回りながら探して。結構来られるお客さんはその親子連れとかが多いですか。一番多いのはファミリー層ですね、はい、でその次がね、この昔の小学校だった建物ですので、はい、結構60代以上のシニア層も多いです。全国からやっぱり来られるんですか。はいはい、来られます。今はちょっとコロナでなかなか全国からは来られないんですけれども、はい、それまでは全国から来ていただいてました。好きな方は海外からもいらっしゃる。そうですね、はい、海外の方も多いです、はい、買えるんですかこれ。
売ってるものは買えます。売ってるものを買えるっていうのが、あのフィギュアってね、あの1回生産数が終わるとね、再販しないんですよ。はほとんど1回1個っきりで、あの終わってしまうんですね。ですから、あの売り切れてしまうとメーカーさんにも物がなくなってしまって、はい、よほど強い再販希望が出ない限り、あの再販してくださらないんです、ね、なちなみにこの会館で売った一番高いものっていくらぐらいのものですか。一番高いものはそうですね、9万9800円でしょうか。9万9800円、はい、それ何のフィギュアでした。シンゴジラです。シンゴジラ、はい、どのサイズですか。シンゴジラは高さが80センチぐらい、長さが1メーター50ぐらいでしょう。ほうほう、はい、どういう人買ったんですか。4体か5体売りましたから、持って帰るのが大変そうですね、はい、車でしっかり2台に積んで帰っていただきました。好きな人いるんですね、やっぱりね。わかるわ、私もね、村上隆の海洋堂のシリーズコンプリートしてますから、はいはいはい、素晴らしい素晴らしい村上隆さんが海洋堂にいた頃ご存知の方はそうそう多くないんで最近は。いやいやいや、はい、うん、はい、さてこの後は私たちは倉吉を出発しまして東武鳥取へ向かいます。辛坊治郎サンデーキッス、倉吉を出発しまして山陰道経由で鳥取砂丘ビジターセンターにやってまいりました。はい、パチパチパチ。いやいや、パチパチパチはともかくさ、はい、あれこんなところに平井知事が。あー、あら、辛坊さんどうも。砂場はないけど砂場はあるよ。そうそうそう、ここが砂場ですね。はいはいはい、あれ突然思いつかれたんですか。あれはね、そうですね、いろいろと考えた上なんですね。要は先織り小本って、つまりですね、もともとスタバがないということで話題になったんですね、はい、そしてあるテレビ局がやってこられまして、島根県にスタバができて日本で唯一スタバのない県になった鳥取県の知事の感想を問うという、だいたい人バカにした番組ですね。失礼な番組だね。だからやっぱり悔しいからいろいろ考えたんですよね、はい、でインタビュー来られるとか言って、それでいろいろ言ったんですよね、うん、いやいや、スタバさんはないかもしれませんけれども、うちはドトールコーヒーが3軒もありますよと島根には1軒もありませんと。あ、そうなんですか。これはやはり放送の都合でカットされてました。で、そんなようなことで唯一残ったのはですね、いや、スタバはないけど日本一の砂場がありますよ。なるほど、鳥取大砂丘です。ここが鳥取大砂丘です。なるほど、はい、他にもいろいろ言ったけど結果的にそこしか使われなかったってことですか。30分とってわずか10秒ですからね。いやいや、テレビ怖いですね。いや、インパクトってのはそういうもんですよね。多分ね、それその一言がなかったら30分全部放送してもほとんど誰も記憶に残らないけど、これやっぱりね、コピーっていう名 の素晴らしさですよね。そうですね、それで一躍有名になりましたもんね。結構キャッチフレーズ作ってるつもりで、こういうね、ダジャレと言われるんですけども、本当はキャッチフレーズでございます。やっぱり知事の素養としてはそういうのすごく大切なんですか。ありがとうございます。砂丘からサンキュー。これはどういう風に聞こえたらいいんでしょうか。うまい。ラジオはみんな流してくれるでしょ。普通にリアクションしていいからね。はい、わ、はい、かりました。今日はゲストにですね、鳥取県の平井伸治知事にお越しいただきました。これからたっぷりとお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本人ですよね。はい、そっくりさんとかそういうことも。たくさんいるんですけどね。影武者意外に普通の顔してますから。いやいや、まあ一つよろしくお願いします。はい、はいはい、今回一泊二日で、鳥取西の方から進んできたんですけれども、食べ物が本当に美味しいですね。ありがとうございます。海の幸もですし、あとスイカも食べましたし、お米とか結構いろんなものを鳥取県内で作られてるんですね。やはり大山っていうお山を見ていただいたと思うんですが、うん、大山のふもとで黒木の大地がありまして、うん、これが大体土壌を良くしてます。栄養価が高くなりますね。何の大地。大山、黒木と言います。黒木って何ですか。真っ黒い 砂のようなですね、粘土のような、そういう土がありまして、うん、それなんで真っ黒なんですかね。これやはり火山の成分ですね。はい、でこれがスイカの甘さを引き立てる、そういうような効果があるなどですね、あるいはブロッコリーなんかもこの大地の黒木の中です。また砂丘地、ここは砂丘ですけれども、ここではラッキョウを作ってます。で県の中部でも同じようなラッキョウを作り、西の方では境港から米子に行っていただいたと思うんですが、あれ巨大な砂浜でして、天の橋立の巨大版なんですね。あれ全部 砂地です。でそこでネギを作って、ね、天の橋立の巨大版なんだ。そうです、そうです。だから逆さにして眺めるとちょうど天の橋立っぽいですね。確かにね、
だけどサイズが全然違いますよね。とんでもなくでかい天の橋立ですよ ね、 そうですね。あの20キロ30キロあのしっかり走らないと抜けられない距離ですからね。でまあ、こういうようなところなんであのネギもあの作りやすいんですよ。ネギってあの白い部分と緑の部分がありますでしょ、はい、あれはあのうねたてって言いまして砂を寄せてちょっと山のようにしてこう列を作るんですね。でその砂に入っているところが白くて上に出たところが緑になるんです、はい、でそんな意味であのこうやっていろいろと土をですねあの加工して作るのであの特級品のネギができるわけですね。でも手間もかかりますよね。ほっといたらいいってわけじゃないですからね。必ずだからネギの成長に合わせてこう土を寄せていかなきゃいけないですからかなりの人海戦術になりますよね。結構大変な作業です。ですが最近は若い方々が、このネギ作りに結構参入をしてきているんですよね。またスイカがやっぱりあのちょうど終わりましたけども、今年も調子良かったですね。まあ、あの若い人が参入するということは要するにそこそこそれで生活ができるようになってきてるってことなんでしょうね、きっと。そうですね。特に和牛が今あの日本で一番値段が高くなりました。和牛ですか。あのよくね松坂とか田島とか、いろいろ言われますけども、あの子牛の値段ではですね、子牛の競り位置が全国にありますけども、先月の競りは、全国で一番、90万円ぐらい、一等でですね、で平均ですからあの一番高いのは300万超えました。子牛ですよ、子牛ですよ。だからもうべらぼうな値段でして、昨日のね夜の宿で当番の上で白ネギとあの鳥取和牛を、まあ、焼いただけなんですが、これがうまくてですね、あの白ネギと鳥取和牛の相性は抜群ですね。そうですね、あの和牛がまた脂身が聞かれたと思うんですがオレイン酸といいまして、まあ、オリーブオイルの成分ですね。あのラードじゃないんです。ですからあの舌の上で溶けるっていう、牛肉の表現がありますでしょ、であれはあの溶ける温度がオリーブオイルですと16度なんです、ですから体温よりも低いので溶けるんですよね。だからラードだと溶けないんです。だからサクサクっとこう食べられた感じだと思いますし、善玉のコレステロールの方ですから悪玉をやっつける方なんで、体にもいいと。知事どうでもいいですけど詳しいっすね。ありがとうございます、はい、それは普通 の、 あの牛肉だったらオレイン酸ではないですか。オレイン酸の 55% 以上のものを鳥取県の推奨版として、枝肉といいますが、あの生牛の方では出させていただいてるんですね、まあ、ですからそういう鳥取和牛っていうのもねぜひ覚えていただくとありがたいです。あの正直全国で今一番ね美味しいようなあの肉と言われてるようになってきたんですね。まあ、調子に乗ってあの最近あの私どももうあのソーシャルディスタンス取りますでしょ、はいはい、であれあの県民向けにポスターを作りまして、しっかりとソーシャルディスタンスと話しま取りましょうと、これはあのキャッチフレーズを作りましたね。人と人間は愛だって言ってね、こういうあのキャッチありがとうございます。まあ続きあるんですよ。幸せは予防で予防とかね。辛坊さんを見てください。そうですか。いやいや、ミスはミスだとか。それ、それ鳥取和牛とどういう関係があるんですか。それ人と人間は愛だということで間を空けましょうと。でそこにあのポスターに絵が描いてありまして、鳥取和牛一等分話しましょうとか書いてあります。それ結構ね世界でねあのオレンジの産地はオレンジ何個分とかね。そう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 。それのパクリじゃないですかそれ。いや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 、これはあの鳥取和牛はうちのオリジナルなんですけどね。なるほど。それはそうだ。それはそうだ。そしたらねあのうちのね隣の県がねまたパクられてですね。あのあっちは岩見和牛1等分って言ってます。はあ、牛の大きさそんなに変わらないだろすごい敵対意識を持ったね。でもあの半券乗ってないんでねこれはね。いやそれはそうですね、謝礼にはあんまり半券がないです、そう、それやっぱりそういうのに理解がある知事じゃないとできないですよね。 ありがとうございます、ね、それはまあいろんなことを多分ねアイデア出す人多分いると思うんだけど日本社会とほら上があれだと潰しちゃうことがあるじゃないですか。そうですね、あのうちの場合どっちかっていうとさっきの3つのねあの標語はあの平井が最終的には考えたんですね。だからあとは知事の暴走をどうやって下が止めるかという、そうそうそう、そっちのパターンです。だから最近も羽交い締めにあったことありまして、あの新しいお米作ったんですよ、でこれは絶対美味しいから、あのお米なのでこれはうまいと名前つけようと
でこれはあの部下から羽交い締めに遭いまして却下却下却下ですか星空前と今言ってます。ぜひ覚えていただきたいと思います。星空前、はい、なんか鳥取県はあれですよね、これ手元にあるお茶のお茶にも書いてありますけど星取県で売ってますよね。そうですね、鳥取県じゃなくて星を取る県と星取県、はい、なんですかこれ。やはりあの星が綺麗なんですね。夕べご覧いただいたかどうかは分かりませんが、晴れていればですね、大体どの市町村でも天の川が見れるんです。でそういう県ってないと思います。であと佐治というところにアストロパーク天文台がありまして、ここはあの環境省の調査で、何度もですね日本一星が見える見えやすいところっていう認定を受けてるんですね。だからもう10日しますとペルセウス座流星群8月12日が、極大日なんですけども、この日の鳥取の星空ってのは本当に賑やかで、あの普通に流れ星見えますから、やっぱり神戸や大阪とね違うところはそこだと思いますね。あのだいたいいくつでもちょっと1時間ほど10分ぐらい見てればだいたい1つ2つぐらいは出てくるんですかね。あの普通に見れると思います。ところがですね知事、あのね今も知事もこうやって熱を入れて星の話をされるじゃないですか、はい、私も大好きだからこう一生懸命熱を入れて星について喋るわけですよ、うん、だいたい若い女性何の興味もないんですよいや一つ聞いていいですか、星を取るだけじゃなくてカニも取るっていうのは結構そういうふうになんか取るにかけていろんなものを知事はこうネーミングされてるんですか。そうですね、あのカニ取り券、これもあのカニいっぱい取ってるんですけど、あんまり有名じゃなかったんですね。でそれで、売ってもあんまり高くならない。で大体皆さん大阪近辺神戸近辺の方って田島行ったり、大体はあのこう越前ガニとかいう、ね、一番最高級ガニですね。同じもんなのに例えばまあ浜坂とかあっちの方であげるとか越前であげるとかっていう方が値段がつくんで、わざわざそっちの漁港へ持ってってあげちゃったりなんかするんですよね。おっしゃる通りです。で以前はあの割と越前持ってって鳥取のカニをですね提供したりしてたんですね。でやっぱおかしいだろうと、であの私は実はあの福井にも住んでたことあるんですけど、はい、福井にいた時は越前ガニはあのトレトレの、その日取れたカニを浜茹でするから味が違うんだと、でそれがあのブランドの価値を上げてて、値段が高い、だいたい普通の倍ぐらいすると、こういうふうに教わったんですね。で確かに美味しいですよ。で鳥取に来て、鳥取で住み始めてですねカニ食べてみたらあの味は一緒でした値段だけ半分だったですねそれ納得いかないですよね要はね売り方の問題なんですよ、でそれでどうやったらいいかなということで、あの実はあの日本一水揚げカニは鳥取県なんです。でそういうようなことをあの我々もですねあのもっと世の中に知ってもらって、日本一取れるということでカニ取り県っていうキャンペーンを始めまして、まあ、これをあの今あのし始めましたら、最近はですね一番日本で高いあるいは世界で一番高いカニになってるんですね。へだから去年の11月7日の初競りの時、はい、この時は1杯あの一杯ってあの一杯じゃなくてあの一匹ですね、はい。はい。何でもそれぐらいは分かってる。いや今なんか不思議そうな顔されたから、あの薄田さんとかこの一杯がですね、あのこれが一匹がですね、500万円ですよ。500？ 越前でもそんなしないですね。しない。すごい。500万でこれギネスブック載りました。足1本50万円ぐらい、足1本50万するかもしれないですね。いやでそれをあの東京のビジネスマンが召し上がられたということで。へえ、ね、それブランドの名前はあの私どもはあの、松葉ガニ、と言いますし、あのそれから五木星という、そういうあのブランド名も作りました。五木星 5個輝く星という5スターズですね。はい。でこれはなかなか取れないです。100杯取って1杯ないですね。それやっぱサイズですか。サイズとそれから足が揃っているか、あ、はい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 、それから、まあ、あの顔形とかですね、顔形顔形見て分かる見るんですねめちゃくちゃだなそれ
どういう顔とかどういう形が あんまり本気にしないで、ね、そうそうあのそこ突っ込むとこじゃないから突っ込むとこじゃないからそこはへーでいいから本気にしちゃいますよ、はいはい、あのでもねあの同じようなことは牛でも品評会があってあの和牛共進会っていう品評会があるんですよ、はい、でこれはあの背割りというあの要は牛をさばかないであのその一頭丸々で見るんですね、うん、でこれやっぱりあの審査基準があってこれ面白いですよあの背筋の伸びとかねまっすぐか、それからあのお尻がふっくらしているか、うんそしてあの顔がいいかこれ本当ですからこっちは本当なんですよ全部見た目採点機ですか全部見た目牛の顔って関係あります関係あるんですね、やっぱ育ち見る人が見たら一頭みんな見るの違うんだろう育ちが現れるんですか育ちが現れるんじゃないかね血統のは、確かにねあの可愛いですよあのメス牛のね本当に、うんあのまあ、やっぱり、そんなに深く掘らなくていいと思うんですいやいや、まあ、せっかく途中までいい加減あんまりなんですかいやいや結構、まあ、それであの私どもあの白鳳85のさんってね、うん、あの牛を開発したんですよね、うん、でこの種牛から生まれる子供はもう 100% 美味しい牛なんですよ外れがないとそれでもう鳥取の和牛人気出ちゃったんですようんどうですか知事あのストレスないですかここの県はあここはねストレスフリーです、なんせあのね砂丘渡る風心地いいですしね、まあ、それから、時間の流れがやっぱり違いますよ、そしてあの例えばですね通勤時間、皆さんもあの大都会の中で通勤困ってると思うんですけどもここであの20分以内と言っているあの女性 の通勤しておられる方何割だと思います20分以内何割2割7割ですよ、7割の人が20分以内だとで往復での平均でですね長い人もいますから往復での平均でも57分だから日本で一番短いんです、だからそれだけ、それだけねあの自分の好きなことできますし子育てもできれば、まあ、家帰ってからねあのこの砂丘あたりの海岸で泳いだり平気でできるんですよねだからその辺がやっぱりストレスフリーなんだろうと思うんですうんでまた、子どもの数が少ないもんですから、はい、子育てもお互いに助け合いますし、県もですねあの全国であのナンバーワンの子育て施策を作ろうと子育て王国と標榜しました、まあ、ですからあの6年前にですね中山間地の保育料は全部無料にしたんですへこれすごいでしょ奮発しましたね、奮発しましたで、そうですか。でも意外に予算かかんなかったですね。子供が少ない。そう子供がそもそもいないから。いやでもコロナ禍で結構そういうの進んできてるんじゃないですか。地方に住もうとか別に街中で住まなくてもいいやっていう傾向にあるじゃないですか。だから今あのこういうのところがですね見直されてきてるんじゃないかなと思いますね。いやそれいいですよ。私もじゃあ。今から結婚して子育てするんだったらそこいいですよねあぜひぜひ、あのそれからあのここそんな頑張らないでください今から突っ込むとこなんですけど、はい、お願いします、はい、皆さんぼーっと聞かないようにしてくださいてんてんてんって感じでしたね暮らしやすさ物価はどうなんですかね、物価もね安いですよ比較的、まあ、ですからあの特にあの家賃ですね、不動産についてはまあ2000万も出したら豪邸じゃないですかねそれ上物で、上物だって土地代もほとんどない土地がほらそれはまあ東京坂なんかと全然違うから土地代だから数百万の世界ですよね、だからまあ一から新築建てようと思うと建築費なんかどこでもそんなに変わらないけども、ある物件をもう例えば手入れて住むとかって言ったら2000万も出したら相当な家買えますよね。そうですね。だからいや結構なねあの2000万3000万ぐらいであの贅沢な暮らしができる。でしかも大体ねあの物買わないですね意外に。いやでも外車結構見ましたね。あ外車はね。外車結構そういうのはねあのそうですがあの食べ物。ああ食料品だとか結構自分たちで作ったり、してるし、だいたい庭がほら広く取れるから、だから家庭菜園でちょっとしたものは全部自宅で育ててってね、そうです、ちょっと海出てほらボートかなんかで海出て魚でも釣りゃタンパク質も OK だし、自給自足の生活ですね
だからうちの、ね、家内なんかも、はい、牛が好きですから、うん、まあ、家で牛飼おうかとか言ってね、いやバカ言うなと誰が世話をするんだとね、ヤギを飼ったことありますよ。ヤギ飼ったことあります、それはミルクとか、いやあれはね草を食べてもらおうと、そうそう、ね、庭の草を取りするのにね、ヤギ話しとくだけでね、そうですそうです、リモートで仕事できますしね。鳥取県って I ターンとか U ターン J ターンとかその辺の中取り組みはされてるんですか？まあ、そういうことも熱心にしてて、去年は2169人、こちらに移住してこられました。これ過去最高だったです。どの辺からの地域ですか？やっぱりね関西圏多いですね。それから東京とか、まあ、全国各地ですけど、特に変わってるのは森の幼稚園っていうのをやってるんですね、はい、園舎のない幼稚園保育園で、これ自然の中で育てようと。でこれでまあ、みんなで話し合って今日は何しようとか考えるわけですよ、うん、で子どもの中でガキ大将的にねリーダーができるわけです、うん、でその人がその子がですね、じゃあ今からご飯食べようって言うとみんなでお弁当を開けてご飯食べると。だから大人たちは周りで見てるだけで、危険なことがあったり何かこうサポートがいる時だけ出ていくって、そういうシステムでして、ヨーロッパで始まったこういう幼児教育のスタイルなんですね。でこれやっぱり珍しいし、それにも我々もサポートしてるもんですから、これに入りたくて引っ越してくる人がいるんですよね。わざわざ、わざわざ。だから半分ぐらい、地図っていう町の幼稚園だと半分ぐらいは県外から引っ越してきた人。はい、今じゃあそういった取り組みはどんどん広げていこうと思われているんですか？そうですね。で特にこれからはですね、ワーケーション、働きながらバケーションをする、そういうスタイルがいいだろうと。去年副業を募集したんです。副業しませんかと、14社が募集してましたら、応募が1400人来ました。だ今割とそういう時代で、いろいろとですね、皆さんも新しいセカンドライフ、それを楽しみながら仕事をしようとか、うん、まあ、いろいろと、工夫した人生のいわばですね構造改革をやろうとしてるんですよね。で今コロナ禍ですから、はい、鳥取県、まだまだコロナ患者さん少ないですよね、うん、でかかられるともうPCR 検査もローラーでかけますから、まあ、ですからどんどん広がらないように、まずは徹底してやってしまおうと、そういう対策を取っているんです。まあ、そんなようなことでやはり安全安心感もあるんでしょうね。興味を持ってくださる方はだんだん増えていると思います。平井知事はもうすっかりイメージでいうと鳥取県人、私はずっと実は鳥取生まれの鳥取出身ぐらいなイメージだったんですが、意外とそうでもなかったりなんかするんですよね。私実は、まあ、東京の秋葉原の出身。秋葉原に人が住んでるんですか？秋葉原、いや昔は下町でありまして、うん、長屋住まいみたいな、だから隣からお米借りてきたり、はいはい、そういう、ま、ドラマみたいなところですね、お醤油借りてきたりとかやりましたよ、で、そういう秋葉原神田の下町なんですけども、あそこで生まれ育ちました。まあ、そしたら47人ね知事いますけど、唯一秋葉系と言われてるわけです。いやまあまあ言われりゃそんな感じもしなくもない。でも鳥取にいらして何年になりますか？もう20年ですね。あ、ですからもう自分の人生の中で大部分はこちらの方になってきまして、そうですね、まあ、たくさんいろんな志ともにする人たちがいて、まあ、頑張ろうと、まあ、今コロナでねみんなくたびれてますけども、まあ、これをなんとか乗り越えていけるように力を合わせようというふうに誓い合っているんです。確かに知事が鳥取県にいらしてから鳥取ってやっぱりいろんな意味で注目されるようになって、あ、住みやすいいいとこなんだなっていう認識も相当広がってますよね。ありがとうございます。まあ、やはりアクティビティも増えましたね。ここ砂丘でも、まあ、お伺いしたらちょうど去年の夏には辛坊さんもここでファットバイク乗られたとか聞きました、ね、そうです、タレントの、ね、熊本の
スザンヌさんと一緒にね、あ、はい、スザンヌさんと一緒にここへデートに来まして、ありがとうございます。何自慢してるんですかここで。スザンヌさんとデートに来てね、すっごい楽しかったんですけど、それ以来一回もお目にかかってないんです。一度きりのデート、はい、そうそう、生涯の思い出で。 いいとこですよやっぱり。いや改めて ね本当にあのちょうどね砂浜をねあの自転車で走られたそうです、はい、でそれであのこう潮が若干こう寄せては引いていきますと、うん、ウユニ塩湖のようにあの反射してます、ね、そうなんです。でウユニ塩湖で撮った写真と同じような写真が実はそこの砂丘の端っこぐらいで撮れるんですよ。へー、そうなんですか。いろんな楽しみ方できるとこだなと思ってね、うん、ちなみに砂浜の上を自転車で走れるんですか。わざとですねあの太い、自転車で走ると、タイヤの太いあの砂浜で走れる自転車があるんですよ。これが普通に走れるのよ。普通はほらタイヤめり込んで走れないようなイメージでしょ。そんなことないんです、はい、普通に走れます、はい、あの鳥取で今サイクリングロードもあるじゃないですか、長いところ。あれは砂浜の部分。いやそれは、あれはちゃんと舗装してありますから。それはやっぱり普通の自転車じゃ無理だから。まあ、今あの白砂青松のですね、はい、海景温泉のあたり、から境港まで、ご覧になったと思いますが、はい、あれは最高のロケーションですし、あの眺めもいいですしね、まあ、松林を出たり入ったりしながら、その、あの天の橋立てのような、ところを20キロばかり走るということですね。あれがずっとつながってまして、ここまで来てます。ここまで、あれからですねずっとこう、道路をあのいろいろと組み合わせながら、あのサイクリングロードはずっとこっちの方です。それすごいですね。これが今兵庫県の方までつながってますから。はい、はい、じゃあ、はい、一度自転車で来なきゃいけないですね。あ、ぜひぜひ、行ってみたいです、ね、はい、どうですか、いろいろやってこられて。え、何ですか、スザンヌさんと。スザンヌさんと多分もう簡単に断られると思います。どうですか、今後力入れたいことあります。そうですね、やはり今は、まあ、こういう時代ですからね、なんとかあの、ワクチンだとか特効薬ができるまではあのコロナがあの拡大しないようにこの鳥取県民の皆さんと一緒に守りきることでしょうね、うん、もう結構ここまで守ってきましたから半年ぐらい、ここから先、みんなで辛抱してやっていけば、いい結果出てですね、その時はあの県民の勝利になると思います。であとはやはりあのコロナの後だと思うんですね、うん、コロナがいろいろと、騒動が終われば、人々の心が落ち着いてきて、その時に多分ね自分を見つめ直す、そういう時間を持たれると思うんです。そんな時に、鳥取を思い起こしていただけるような、そういう、まあ、移住定住だとかあるいは、旅の提案だとかそういうことをしっかりやっていきたいなと思います。この番組は、まあ、あの神戸のキス FM 神戸キーステーションで、まあ、兵庫県で聞いていただいているんですが、最後にメッセージどうぞ。まあ、私あの実はあの兵庫県住んでたことありまして、ほうほう、神戸の須磨寺に、おったことがありました。だから何しとんとかね。そうなんです。改めてね今回地図を見返したら、まあ、知ってはいましたけれども、兵庫県の北と鳥取県はもうくっついてますからね。そうですね、隣同士なんですね、実はね。だからあのお隣同士で、ぜひですね、これからも仲良くやっていきたいなと思います。一緒に頑張りましょう。ここまでは鳥取県の平井伸治知事をゲストにお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。お気をつけて。素晴らしい旅なんですが、はい、よく考えてみたら朝からですね、はい、朝ごはん食べた後、うん、ジェラートしか食べてなくない？そうですね、お昼忘れてましたね。だよね、はい、まだやっぱりお昼食べようということで、はい、鳥取市内でお昼になりました。はい、はい、お邪魔しているのはですね鳥取港にある創業297年の旅館、味覚のお宿山田屋さんです。あのお料理だけではなく泊まる場所もあるんですね、こちらはね。ほうほうほう。で、松葉ガニ、岩ガキ、白イカが自慢なんですが、今日は元祖イカ丼、こちらにはお汁と麹漬け、塩辛がついてます。それに加えて岩ガキ、これは鳥取の牡蠣ですね、夏キをご用意いただきました。いや、こんなでかい牡蠣見たことない。うん、なんかね、うん、噂によるとですね、鳥取のこの夏のこの素晴らしい岩ガキはみんな夏に輝くで夏キらしいんですが、はい、13センチを超えると、今これ手元の牡蠣には大きなラベルがついてますけれども、ラベルがつくそうですよ。
本当立派な牡蠣ですよ ね。すごいなこれ。だってこの殻のサイズもすごくないですか。すごい。これちょっと青いレモンみたいなの絞るのかな、はいはい、もしかしたら。これをいやちょっとこれちょっと一気に食べちゃっていいのかしら。一気に食べちゃうよ。いいですか皆さん、関係者の皆さん食べて大丈夫ですか、はい、大丈夫ですね、はい、息のある方いらっしゃいませんね。いただきます。うわ重本当だ、お箸で掴めない。これ大体口の中1個入るかこれ。いや、取れない。一口でいきましたね、辛坊さん。喋れないでしょ、一口でいったらもこして難しいなこれ。うわ、お箸で掴めないぐらいトゥルントゥルン。確かにプルンプルンで重くて、うん、リップこれ一口は無理ですね、さすがに。なんか本当にうまいもん食うと言葉がなくなるってやつだな、うん、ほら、うん、なんこれすっごくクリーミーですね。ちょっとほらちゃんと描写して描写してほら、うん、いや私ね、牡蠣は絶対一口って決めてるんですけど、うん、一口で食べられなかったの初めてです。いや無理だと思う、これ私でも大の大人で男で一口でギリギリ、うん、これ女性で一口は無理だと思う。あ、言っちゃいました。言っちゃいました。すごい。もしかして口でかいんじゃないの。いや口でかいんですかね。口先女ぐらいあるかもしれません。いや、めっちゃ美味しい。うまいわ。それで何、手前はこれ、ケンサキイカですか。ケンサキイカですね、はい。これイカ丼になってんだ。下なんか入ってるぞ、ちょっとごめんなさいね、行儀悪いですけど、下こう、はい、これ下に入ってるこの茶色いも揚げてあるっぽいは何ですかこれ。ゲソ。あ、うまっ。ゲソのこれ、これ揚げてあるんですかね、何ですかね。わたとですね、炒めてあるんだ。ゲソの炒めたのがご飯の下に入ってます。なんかお宝発見みたいな気分ですね。ほんとだほんとだ。これ山芋と刻み生姜ですかね、うん、はい、あの鳥取の砂丘長芋とあの生姜になります。これどうやって食べたらいいんですか。タレをですね、あのかけていただきます。あ、これタレですか、はい、これタレ何ですか、こちら特製のイカ丼のタレでございます。イカ丼のタレ、イカ丼のタレをかけて、で豪快に混ぜて、あ、混ぜる混ぜる。ちょっと待ってください、ね、私もタレいただいていいですか。混ぜる、ま、え、タレないんですか。あ、タレこれ。あら、じゃあはい、あげる、はい、どうぞ。豪快に混ぜる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 。ああ、なるほどなるほど。あ、下からいっぱいゲソが出てきたぞ。混ぜる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 。すごい、大量に入ってますね。すごい、イカが本当混ぜる混ぜる混ぜる。なんかこういうのって本当上だけなイメージなんですけど、混ぜる混ぜる混ぜる。すごいたっぷり、すごいたくさん入ってる。いただきます。いただきます。あ、いい香りがしてきたこれ。すごい歯ごたえ。もっちりしてますね。しかもこの火が通ってるのと生のとで歯ごたえが違って、うん、うん、おいしい。生芋のサクサク感も素晴らしい、うん、あ、これ今まで食べたことがない組み合わせ。また生姜もいいねこれ。これ白いで、なんか口の中にいろんな食感と味が、うん、うん、おいしい。この白イカなんですけど、初夏から晩秋にかけて夜高校と明るく輝くのは日本海の風物詩イサリビなんですが、このイカ釣り漁で釣り上げられるケンサキイカを地元では白イカと呼んでいるそうなんですね。で、特徴は甘みが強く濃厚な味わいが人気の鳥取の夏を代表する味覚です。で、こうやって刺身をはじめ煮付けであったり炒め物などさまざまなお料理でご利用いただけるそうです。こうやってでも組み合わせて食べるっていうのは斬新ですよね。ねえ、うん、このイカの塩辛も同じ白イカですかね。あ、これはスルメイカですか。へえ、うん。あ、これも歯ごたえがいい。タレをもうちょっといける、はい、サンキュー、ありがとうございます。一度来たかったんですよ、この砂の美術館。はい、もう今回やっと念願叶いましたが、うん、すごいねこれ。いや、本当迫力がありますよ ね。一つ一つ本当に
細かくってね。これ大体聞いたらね、3ヶ月半ぐらいで作って8ヶ月半ぐらい展示して、はい、だから1年で次の作品に、だから毎年1回ずつ来て、うん、っていうそういうところだと思うよ。うん、これ今行われているのがチェコスロバキアか、はい、はい、すごいな。すごいですね。砂でこう世界旅行っていうのがテーマみたいですね。うん、うん、もう本当におすすめです。はい、もう絶対ここ来てがっかりしたっていう人はいないと思うよ。いないですね。上から見ても圧巻ですけどね。でこの会期が終われば、この砂の像は元の砂に戻して、はい、次のテーマまた一から作り直していくということなんですね。今のこれはチェコスロバキアはいつまでやってるの？来年の1月3日までこの展示が見られるということなんですが、この砂はお隣の砂丘から持ってきてるものなんだそうですね。同じ色だもんね、砂丘とね。もう本当にまさにインスタ映え、はいはい、でみんな写真撮ってますけどね、ここは別に写真撮るのは全然問題ないみたいですね、はいはい、指突っ込んだりしちゃいけないらしいですよ。いやでもなんか本当に砂なのかなって思って、もうめっちゃ突っ込みたくなります。ダメですけどね、絶対ダメだわそれ。絶対ダメだけど、すごい確かめたくなります。どっかなんか指突っ込み用のなんか砂置いといてほしいよね。本当ですね、これで指突っ込んでくださいっていう。いや砂だとは信じられないぐらいね、立派に作られてるんで、はい、素晴らしい、はい、ということでね、一泊二日でやってまいりました、はいはい、皆さん、どうですか感想は。いや私今回初めて来たんですけど、本当に美味しいものもたくさんありますし、なんかまだまだもっとゆっくり観光したいなって思いました。今気がついたけど、はい、今これ砂の美術館の2階の全体見合わせるところからに立ってるんですが、はい、反対側の窓からこれ見えてるのは鳥取砂丘か。そういうことですね。そうですね、はい、今日ベストポジションに立ってるね、この美術館、はい、今日ちょっと雨で ね、出られないのがすごく残念ですけど。本当ですね。いや私ね、いっぺんここの鳥取砂丘をね、ラクダに乗って全力疾走してみたいんだな。全力疾走ですか。ラクダ走ってくれますかね。無理かな。自転車に乗って全力疾走、私ね去年やったんですけど、あ、そこそこ楽しかったんですけどね、はいはい、雨でもこの美術館は楽しめますね、はい、砂丘になくても。そうそう、それと美味しいものいっぱいあるしね、はい、ジュリアちゃんどうでした。海の幸、山の幸、そしてあと景色がね最高でしたね。どこもね本当に広々と、なんか久しぶりにリフレッシュできたなという感じですね。今回ね、分かったことが一つあります、うん、はい、ジュリアちゃんはむっちゃイカが好きだということがあります。、はい、そうですね。いや、まあ、この日本海のイカ本当美味しいんですよ。これからはイカ好きなジュリアちゃんと呼ばせていただきます、これからね。イカ好きなジュリアさん。はい、そしてね、もう一度プレゼントのお知らせがあります。キタローグッズ詰め合わせを3名様にプレゼントします。今回はツイッターでのプレゼントです。辛坊治郎サンデーキッスの番組ツイッターをフォローして、プレゼントの投稿をリツイートしてくれた方の中から抽選で3名様にキタローグッズ詰め合わせをプレゼントします。ちょうど今プレゼントのツイートが投稿されていると思いますので、番組ツイッターをフォローしてリツイートしてください。エントリー受付は8月8日金曜日までです。当選された方にはツイッターのダイレクトメッセージで連絡します。お名前、住所、連絡先をお伺いしますので、ツイッターのダイレクトメッセージを受け取れるように設定お願いします。ということで我々一泊二日で取材してきたやつを今日は2時間たっぷりご覧いただいて、お聞きいただいたわけですが、はい、はい、皆さん鳥取おすすめです。はい、ぜひ来てみてください。はい、今週のサンデーキッスここまでです。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。さよなら。